こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本で F-35 戦闘機の国際整備拠点 MRO&U の運用が始まりました。この事態に関して、隣国韓国では、自国空軍の F-35A 戦闘機をどういう形で維持していくのか、頭を悩ませているという情報が流れています。MRO&U というのは、正式な名称は、メインテナンス・リペアル・オーバーホール&アップグレードで、メンテナンス・修理・オーバーホール、そして、将来的なアップデートまで行える拠点です。戦闘機には、製造したロッキード・マーティン社しか触れない部分があって、だからこそ、アメリカでしかできない特別なメンテが必要だったのですが、それを日本国内でも行えるようになったというわけですね。移動時間や経費等、そして国内作業ということは、作業の人員も国内で雇用されるはずですから、経済的なメリットはかなり大きいと思われます。さて、こうなると韓国が焦るわけです。7月1日の NHK 報道によると、愛知県の三菱重工業の F-35 戦闘機最終組み立て施設 FACO は、今回 F-35 のアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U として、運用されるようになった。この施設には、日本の航空自衛隊機だけではなく、在日アメリカ軍や、在韓アメリカ軍、そして、韓国空軍の F-35 戦闘機も受け入れる予定。ということです。しかし、韓国側は、この報道を即刻否定しました。そりゃ、そうですよね。自国の防衛に関わる。重要な兵器のメンテナンスなどを日本で行うなんて考えられないでしょう。機密が漏れる恐れも考えるでしょうし、国内情勢が不穏になると政権の不手際をごまかそうとするつもりなのか、第二次大戦中の旧日本軍からの被害を持ち出し矛先をかわそうとする韓国政府。冗談ではなく、韓国は日本を仮想敵と見なしているのではないかと考えてしまいます。実は、韓国が F-35 購入の交渉をアメリカと進めていたとき、アメリカは、技術統制及びオーバーホールに関する条件を受け入れるよう韓国に、要求していました。拒否すれば戦闘機が導入できないという状態だったので、当時のパク・クネ政権はアメリカの要求をすべて受け入れる文書に署名しました。契約書には F-35 をオーバーホールする場合、高度な軍事技術が流出する可能性があるので、オーストラリアか日本に用意された整備拠点に F-35 を持ち込むようにという内容があったそうです。これがあったので余計日本への反発が高まったのでしょう。韓国空軍関係者の発言とする韓国メディアの発表によると F-35A 戦闘機の整備についての決定権は言うまでもなく韓国軍にある。
日本にある MRO&U 利用については、日本やアメリカからの正式な申し出も何もない。日本の MRO&U を使うか、使わないかの判断は、韓国軍が下すものだという内容で、NHK の報道を真っ向から否定しました。しかし、現実的には、韓国が取るべき選択肢の数は決して多くないと、はっきり報道しています。重要な戦闘機のメンテナンスは空軍にとっても、絶対必要な要素です。しかし、外国、特に日本ではしたくないというのが本音でしょう。韓国空軍は、様々な選択肢を考慮しているようです。まずは導入中の F-35A 戦闘機を維持していくために背に腹は変えられずということで、日本やオーストラリアの MRO&U を活用するという案、逆に外へ出ていくのではなく、整備を行うための作業員を韓国へ呼び寄せる案などを検討はしたそうです。と言っても、結局、最終的な結論は出なかったようです。しかし、今回初めて明らかになった情報がありました。戦闘機を製造したロッキード・マーティン社側が韓国に提案したというのです。つまり、韓国も日本やオーストラリアのように自国用の整備権限を個別に取得すればいいということです。ロッキード・マーティン社が韓国に提案している自国向けの整備権限というものは、F-35 の整備施設を建設して韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機のメンテナンスを行う権利のことです。自国が所有している戦闘機に関する諸々の管理や修理を行う設備を作って、実際に自分たちが管理をする権利ということで、その権利はわざわざ取得しなければならないのかと不思議に思ってしまいますね。日本やオーストラリアの整備施設は自国の F-35 だけではなく、アジア太平洋地域に展開しているアメリカ軍の機体も受け入れています。これによってアメリカは自国以外にある施設ですが、国際整備拠点 MRO&U に指定しているというわけです。つまり、韓国があくまでも韓国内での整備や補修等にこだわるというのなら、アメリカ国政府から自国向けの整備権限を取得した上で、韓国内に整備施設を建設すればいいのではないかと提案しているのです。しかし、韓国側は F-35 戦闘機の整備権限取得は経済的な問題、費用面があるので、提案に対してもはっきりとした回答を避けていると言われます。自社が作った戦闘機の機密を公にすることになるのですから、ロッキード・マーティン社としてもただでは譲れないということでしょうね。ちなみに、整備権限取得にどれぐらいの費用が必要なのか、明確な数字は不明です。ただし、参考となる材料があります。
整備拠点だけを建設したオーストラリアの場合を紹介しますと、建設費用や今後約30年、2050年まで施設を運用していくための総経費は、10億オーストラリアドル、約750億円になります。これは2016年にオーストラリア議会に提出された数字を超えるのではないかと見積もられているそうです。ということは、韓国が自国内に整備施設を建設して運用していく場合、10億オーストラリアドルと同じぐらいの費用負担が必要になると考えられています。韓国の場合は F-35A 戦闘機の導入予定として最大60機、40機足す追加発注予定20機ということになっています。となると MRO&U を建設したところで果たして採算が合うのか、つまりかけた金に見合う効果があるのかという疑問が存在するのです。これはどんな施設や事業に関しても同じような危惧はあるでしょうね。一説には整備権限というのは開発費を負担した国がその経費を回収したり投資の見返りを得るための仕組みとも言われています。ですから要望に応えて MRO&U を増やしていっては、すでにある MRO&U 所有国の利益が損なわれるという恐れがあるとも言われています。だからこそ整備権限取得には多額の費用を要求するのだと憶測もされているようです。韓国が自国向けの整備権限を取得して整備施設を建設したいというのなら、少なくとも在韓アメリカ軍の F-35 戦闘機については韓国内の整備施設を利用するという確約が必要ではないかと思われます。つまりかけた費用の元を取るためです。仮にその確約をアメリカから取れなければ、韓国は整備権限取得に乗り出そうとはしないでしょう。